iMOD3DX ゲーム01対戦塗り絵ということでこちらは島根大学総合理工学部の iMOD チームで開発されているインクルーシブゲームシリーズになりますこちらは視線入力装置を使って楽しむことができるゲームなんですよねさらにオンラインで離れたお友達と楽しむことができるんです 早速遊んでみたいと思いますはいではまずは e ージーモードの説明をしていきますこうやって視線を動かすとこうやってねどんどん色がついていきますで e ージーモードはこうやってね今黄色が塗ってあるところは塗り返すことができませんなので塗っていないところを頑張って塗りましょう試合時間は60秒になります これで、どっちが多く塗ったかっていうのが、上のバーで見ることができます。どっちが勝つでしょうか。はい、試合終了です。このように、結果が出ます。残念ながら、引き地は負けてしまいました。ラウンドツーに来ました。二回勝てば、勝ちになります。では。 ガチでいきましょうか。よいしょ。さあ、今度はどっちの勝ちだはい、今度は引き字が勝ちましたね。ダメか。<laughs> ダメかもしれん。ああ。ギャー、負けた。さあ、あ、私が勝った。やった。はい、今度はハードモードになります。 ハードモードも先ほどと同じように視線を動かして色を塗っていきます何が違うかというとまず1つ目こうやってガチンとぶつかれるようになりますガチンとねこうやってぶつかることで相手の塗るのを邪魔することができるんですそして2つ目こうやって塗っていくとですねどんどんインクが 減っていきます、ね、今どんどんインクが、ね、左右の、ね、引き地だと青色のインクが減っていってますねでインクが減った時はこの輪っかの中に入ってインクを回復しましょうそしてもう一つ途中で R のアイテムが出てきます R のアイテムが出てくるとこうやって相手の色を塗り返せるんですえちょっと待ってやばいわあと15秒来た来た来た

アイモッと 3DX 対戦塗り絵は島根大学の伊藤文仁助教のポランの広場から無料ででダウンロードできますみんなで遊びましょう